まあ、やっぱり諦めないでっていうか、まあ、みんな本当に勝てると信じてやってたと思うし、まあ、最後セットプレー続いたりとかした中で、自分もこう自分のところに来いっていう気持ちで中で待ってましたし、そういう気持ちは多分ジロ君とかね、決めたジロ君もそうだし、みんなが思ってたと思うんで、そういう気持ちが本当実ったゴールだったし、そういう中で勝ち切ったっていうのは本当チームにとっては非常に大きい勝ちだったなと思います。はい、まあ、煽った割には別に大したコーナーキック蹴れなかったんで自然に出ちゃったというか、あんまり自分もやるタイプじゃないですけど、勝ちたかったし、勝てるなって思いを持って試合やってたんで、本当みんなの思いがこう繋がって勝てたっていうのはすごく嬉しいですね。はい、まあ、柏を選んだ理由の一つとしても、やっぱりこうネイシーヌさんのこうスタイルっていうか、まあ、いろんなこう竹君とかね、柏の育成の選手、結構仲良い選手いたんで、いろんな話も聞きましたし、なんか共感できるなというか、自分のスタイルに近いなというか、そういう思いっていうのを持って来たんで、そういう意味ではすごく合ってるというかね、すごくこうやりがいというかね、そういう部分はすごく感じてます。はい、こう、まあ、もちろん勢いも必要だと思うし、あとはこう競争、いい競争っていうのが本当一番こうチーム力を高めてくれるというか、若いチームですし、育成の選手もたくさんいますし、そういう競争がそういうところにつながってくるんで、まあ、もちろん自分も今4試合ずっと出てますけど、いつ出られなくなるか分からないですし、そういう危機感は常に持ってやってますし、本当この選手負けたくないなとか思いがすごくみんな持ってると思うし、みんな負けず嫌いなんで、やっぱその思いをこうプラスにこう生かしていければ、必ずいい方向にチームは行くんじゃないかなと思いますね。柏のどうしても立ち位置として、やっぱり J1 から落ちてきて、やっぱりみんなこう向かってくる、まあ、今4連勝してますし、どのチームもこう打ち負かしたいというかね、食ってやろうという気持ちでかかってくると思いますし、それをこう自分たちが受けるんではなくて、自分たちもチャレンジャーとして立ち向かっていくって気持ちがすごく重要だと思いますし、いつもこう練習でやってるものっていうのをこう試合でこうどれだけ発揮できるかってところにしっかりフォーカスしないといけないし、まあ、柏から世界っていう言葉がありますけど、やっぱり ACL とかそういうところに行くため の, 今のこう下地作りっていうかね、タネレシーノさん初めて来て1年目で土台作りだと思いますし、だからこそいろんな競争とか若い選手がこうバッて出てきたりとか、そういうのは必要なのかなって思います。まあ、来る前から日田時代のこう雰囲気っていうのは自分は好きでしたし、実際やってみて本当にこう何ていうんですかね、この距離もそうだし、このサポーターの人たちの熱量もそうですし、こう本当に引き込まれるというかね、本当に興奮するというか、本当試合サッカー今からやるんだって気持ちにさせてもらってますし、まあ、最近リーグ戦ではホームないんで、久しぶりにコール4勝した中でホームに帰ってきて、まあ、できるのはすごく楽しみにしてますし、一緒に戦って必ず勝ち点3を取りたいなと思っているので、変わらない熱い声援をよろしくお願いします。